はい、皆さんどうも竹中雄大です。はい、ということで、まあ、本日もですね、YouTube、元気に撮っていこうと、いうことでございますけれども、本日はですね、こちら、こちらつってもまあ、連がないけど、どこか全然わからへんねんけど、まあ、音楽スタジオに来ております。はい。まあ、僕ら、バンドでもね、日々はスタジオで練習してますからね。早速ですが、ちょっと本日のね、企画を、発表したいと思います。本日の企画は、自分の曲ならキー10個上げても歌える説、こちら検証していきたいと思います。よいしょ。はい、ということでですね、僕も結構気になってたんですよ。自分の曲って正直その今までライブキー多分どの曲も落としてない。アコースティックで唯一背景支援なる君っていう曲だけ逆にキー1個落とした方がなんかあったかみがあってよかったから落としてるぐらいで、バンドでやる分に関しては何もこうキーをね変えたりとかしてないんですね。なのでその実際自分の曲のキーをこうどこまで上げたりどこまで下げたり歌えるかみたいなことはやったことないから、まあ、ちょっと単純に個人的に興味があったと、いうことで、今日は僕らの楽曲の最新曲でございます、月見草というね、2020年の12月に、リリースしたこちらのバラードで、まあ、本人ならキー何個上げまで歌えるのかるのかというのをね、実験というかね、検証していけたらなと思います。早速ですがね、月見草歌っていこうと思うんですけれども、まずはですね、まあ、ちょっとお手本というか、原曲キーの方をね、知らない方ももしかしたらいるかもしれない。まあ、知らない方はもうこの動画が終わったらすぐ MV に飛んでくださいということで、まずお手本でちょっとね、1番のねサビをちょっと歌いたいなと思います。では、月見草、まずは原曲キーをね、聞いてください。まあ、原曲キーはこんな感じでございます。この歌ね、コメント欄とかでもし要望が多かったら歌い方解説とかやってみようかな。この曲ね結構難しいんですよ。ノーベルブライトで、まあ、曲が結構70曲ってあるんですけど、歌い方むずいランキングで言ったら、まあ、トップ3に入りますわね。まさやくんね、トップ3に入ります。これ今日まさやくん撮ってくれてますけど、まあ、トップ3に入るね、まあ、1位は何ですかね。何やろ、でもこれかもしれん。ああ、もうトップ3じゃないじゃん。まずは原曲キーこんな感じでございました。まあ、ちょっとねこれもう一発本番やからね、修正とかできないんでちょっと緊張感がありますけれども、この生歌を聴いてもらうということで、では、次は月見草のキー1個上げ、ちょっと挑戦したいと思います。聴いてください。全然いけましたね。分かってるんで、ちょっとね、これキー無限に上げるじゃないですか。ね。だから、上げすぎて喉痛くなったら元も子もないんで、まあ、ちょっとセーフしながらね、やっていこうと思って、ところどころちょっと裏声使ったりとかもしますけれども。キー1個上はまあ、さすがに全然いけたということなので、これまあ1個1個やっててもちょっとね、なかなかやることになるんで、まあ、ちょっと飛ばして、次は2個は飛ばして、月見草キー3つ上げていきたいと思います。じゃあ行きましょう。今も心は
まだ歌ったことないですから歌ったことないですから、あの歌い方で言ったらもう全然良くない歌い方してるんですけどね、もう裏声と地声のごっちゃなってるからね。まあ今日はもうとりあえずそのキーが出るか出ないかみたいな感じなんでね、あの皆さんに心に響く歌を届けるか届けないかっていうのは、ね、ちょっと今日はもう別になってくるんで、ちょっとそちらの方ちょっと管理してください。お願いします。はい、ということで、まあ、3つ上げはまだ高さ的にはいけてたかな。そうだね。次はですね、もうキー4つ上げはもう飛ばしちゃって、次キー5つ上げでいきたいと思います。これ正直ね、もともとこの月見草っていう歌が原曲キーがもう結構女性キーなんですよ、うん、だから僕も正直やっぱ結構高くて、うん、普段歌うとき結構大変なんですけど、まあ、なんでこんな大変やったらこの曲作ってんっていう話ですけど、なんかそういう癖があるんですよ最近。最近っていうかもう組んでずっとやけど、なんか自分を追い込んでしまうというか、そのメロディー僕がつけてるんですけど、なんかもうちょっと低い曲作ろうかなと思っても、なんか結構その男にしては高い曲になってしまうっていうね、はい、あれじゃない、やっぱ自分のこうギリギリでちゃんと歌えるキーってやっぱ心に響くっていう、まあ、確かにそれはある、それはある、確かになんかその自分がギリギリぐらいのところの方がこう、うん、結構カツンとね心に響くという、まあ、同じことさっき言ったか、うん、では月見草キー次は5個上げ聞いてください。自分を一瞬混ざってしまいましたけど、はい、出るんですね。まあまあ高さ的にはいけてたかな、うんうんまあ、いけてたということにしましょう。でもこれ怖いね、どこまでいけるんだろう。でも今日はこれ検証としては10いけるまで、うん、いけるまでっていうことないけど怖い、もうね、ここぐらいからね、その人の喉が飛んでしまう危険性がね。痛い、やっぱこれって痛くはないけど、まあ、喉がちょっとどこか行ってしまいそうな感じがしますよねじゃあ次はですね、キー6個も飛ばしちゃいましょう。次キー月見草7個上げで参りたいなと思います。バカやで、バカです。ね、カラオケでもあれ6個ぐらいまでしか上げないんじゃない。いやだから普通基本上げないよね、ね、うん、そもそも。それでは月見草キー7個上げお聞きください。モスキートーンみたいになってくるよねだんだんもう耳が痛くなってきます、ね、耳がだんだん痛くなってきますね、はい、今日は皆さん耳がキンキンするのはちょっと我慢してね見てほしいなと思いますけれどもいけたね、高さ的には、ね、7個上げでもそろそろ僕の喉がもうやめてくれと叫んでいます。どうせじゃあ次はさすがにここからは1つずつ上げますか。そうやね、さすがにこの辺からちょっともう危ない感じがするんで1つずつ上げていきましょうね。もうでも出ないでしょ。それでは、ね、月見草キー8個上げ聞いてください。なんで出るん、まあ、一応いけた、一応いけた、いけたね。なんかもうなんか変なぬいぐるみのおもちゃの規制みたいなねでもなんかちょっとずつさ逆に高いやつに感情入ってきたよね。感情入ってきた、ちょっとずつ入ってきた。高いこの裏声に気持ちを込めるみたいな、まあ、キー8個上げは一応クリアということで、そうですね、次はですねキー9個上げいきたいと思います。はい、それでは月見草キー9個上げお聞きください。お聞き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 ください。赤い色のこの
で出んねん。待って、おかしなるわこれ。これおかしなるわ。これね、良い子の皆さん真似しない方がいいかもしれない。これ喉飛ぶよ。ね、これマジで。これこんなんね、日常的にやってたら喉飛んでしまうわ。まあでもその辺はね、僕もなんかこうボーカリストを今8年ぐらいやってるんで、結構ね、その年数経つごとに自分のその体の使い方とかも結構分かってきたんで、まあ今は割とねセーブしながら歌えてるので、あの皆さんね、ご心配なさらずと。大丈夫だ、大丈夫です、大丈夫ですということでね、はい、ついにやってまいりましたよ。てか9までいけたね。いけたね。ね、いや俺結構普通になんかキーさ、もともと考えてもなかったけど、もう5、6個ぐらいでもう死んでしまうんやと思ってた。ね、大体この企画10個までって言っとるけど、6個で。そう、なんかさ、もう正直さ、そのハイドルで釣ってやろうぜみたいな感じでさ、あの10個上げまでって書いてきたかったのよ、タイトルに。本当にこの子までたどり着くと。いや、こちらも自分とのね、戦いですから。ここはもう竹中で買ってやろうと思いますよ。はい、行きましょう。それでは、月見草、キー、10個上げ。聞いてください。いける。いけたんじゃね。いけた、いけてたよね。いけてた、いけてた。いやー、すげえ。いけました、いけました。よいしょ。いや、こういう企画ってさ、なんかさ、調子乗って10個いけるっしょって感じでさ、うん、いける前に思ってて、うん、いけちゃったじゃん。いけちゃいました。でね、さっき、まあ、月見草歌ってて思ったんですけど、まあ、初めの方は、まあ、普通にこう歌ってると思うねんけど、結構そのキーが上がっていくにつれ、もうこうなってんの、歌い方が。わかる。もうなんか。ってなってる。もうなんかこう卵の殻ぶち破るぞみたいな感じで、もう縮こまってるみたいな感じだからさ、だからコメントで歌い方キモみたいなだけはやめてくださいね。普段こんな歌い方しないですか。でもや無意識になんかそのめっちゃもうありえんぐらいの高い声やん、さっきのとさ、なんかモスキートンレベルではないかもしれんけど、もうほんまにその普段別に使わない高さの声やん。そういう声を出す時ってあーかーじゃなくてあーってこう自然になってしまうんやなっていうのが今回すごい発見でした。なっちゃうっすよ。だってあーかーってよりあーかーってほらこっちも出るのよ、うんね、これすごい発見ですわ。ということで10個キー上げたら、まあ、ぶっちゃけ自分でも何歌ってるか正直分かんないし、多分心には響いてない。もう終盤モスキートみたいになってましたね。まあ、ということで今回、まあ、検証して分かったのは、ノーベルブライトの月見草キー10個上げでも本人なら歌える説立証ということで、おめでとうございます。これ立証しちゃいけんよね、ほんとね。いや、まあでもね、なんかその YouTube やることによって、その自分の限界っていうものを探そうとしないじゃないですか、うん、だからまあなんかこうできてよかったなと思います。ということで次はね、違う曲で自分の限界を挑戦する企画をちょっと撮れたらなと思いますので、今日の動画はこんなところで終わろうと思います。またまあ、こちらの動画ね、YouTube を始めて結構初めの段階で出る動画ですけれども、まあ、せっかくなんでね、歌い方解説とかね、動画とかもなんか撮れたらなと思いますので、引き続きね、動画投稿頑張っていこうと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。この動画がいいなと思ったらですね、高評価とコメントとぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。シュン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 シ